伝説の勇者として覚醒したリンクによってギラヒム、ザント、ウィズロまでもが敗れ、シアは追い詰められていました。一方でシアから離れたガノンドロフはシアの持つ力のトライフォースを奪おうと魔女の谷に迫っていました。もはやシアに力を温存する余裕はありません。ガノンドロフを迎え撃つためシアは魔力のすべてを解き放ちます。それが自らの命を削ることになると分かっていてもシアにはそうするしかなかったのです。Thank you.
Hmph!
Ha ha ha.